37万人の市民が住む私たちの浜松市。このたくさんの市民が明るく住みよく暮らしていくために、市によっていろいろな公共事業が営まれています。私たちのグループも今日はその公共施設のいくつかを訪ねて勉強してみることにしました。3000年も昔、私たちの祖先が住んでいた部落の跡、シジミズ海跡を訪ねました。この遺跡では昭和30年から行われた発掘調査で縄文時代の生活を知る貴重な資料がたくさん発見されました。遺跡の中の陳列館には、掘り出された当時そのままの人骨や古代の人々が生活に使った土器などが陳列されています。食べた貝殻の山、貝塚、シジミズ海跡の大きな特徴でもあり、文化財としての価値の高いゆえんでもあるのです。代表的な文教施設は図書館でしょう。昔ここは浜松城の一角でもあっただけに、静かで見晴らしもよく、読書するには最適の場所なのです。蔵書も5万冊に近く、毎年6万人もの人々に利用されています。文化施設の最大のものは市民会館です。市政50周年を記念して昭和36年に完成したもので、市民文化の殿堂として東海に誇る文化施設です。冷暖房装置を備え、1700人収容できる大ホール、いろいろな舞台装置も完備しています。別館には会議室や展示室のほか、結婚式施設もあって、年500組にも上る新しいカップルを生み出しています。会館と並んで子どもたちの文化施設、児童会館があります。充実した科学展示室をはじめ、読書室、企画室、鉄道模型、それにホールなど、良い子たちの夢を一般に乗せたたくさんの施設があります。中でも屋上にあるプラネタリウムは、天体の動きを自由に映し出すことができて、宇宙時代の良い子たちの人気を集めています。今度は日常生活に一日も欠かせない衛生施設を訪ねてみましょう。ここは雨林地町にある下水道終末処理場です。市街地の下水や雨水を浄化するところですが、今のところ飼料処理だけを専門に行っています。家庭からバキューム車で集められてきた飼料は消火槽を通って
沈殿物と上水に分解され衛生的に処理されています。もう一つの衛生施設、ゴミの焼却場は馬込川の河口に近い江ノ島町にあります。今市内の一般家庭から出るゴミの量は1日約180トン、自動車100台分以上の量なのです。この焼却場では完全に機械化された最新式の設備で1日に75トンのゴミを焼くことができ、三方原台地にあるコンポスト施設と合わせて強力なゴミ処理が進められています。浜松市の中心にひときわ高くそびえる浜松城、徳川家康の出世城となったこの浜松城は野戦築城といわれる簡潔な造りですが、昭和33年、市民の皆さんの城材によって再建されました。城の中には郷土博物館が設けられ、市内から発掘された考古学資料や城にゆかりの品物が展示されています。浜松城の北側には良い子たちの憧れる動物園が広がっています。25年、子ども博覧会を機会に開園した施設で、面積25,000平方メートル、動物の数は85種400点を数え、県下はもちろん遠く長野県などからもたくさんのお客さんが訪れています。市内には体育施設もたくさんあります。この元城プールは昭和25年、日米親善水泳大会のために建設され、公主公認プールとなっています。昭和32年の国民体育大会をはじめ、全日本高校水泳大会や勤労者水泳大会もたびたび開かれて、新記録もたくさん生み出されています。プールの隣の体育館、市制50周年記念事業の一つとして建設され、昭和38年に開館したものです。あらゆる室内競技のセンターとして活用され、スポーツの振興に大きな役割を果たしています。競技場と観覧席を合わせると5000人を収容することができ、大きな集会にも利用されています。の陸上競技場は上島町にあって、春の体操祭、秋の陸上競技大会、冬のトレーニングと広く利用されています。そしてその隣の野球場、今ではプロ野球もたびたび行われ、ファンの血を沸かせています。このほかテニスコートは亀山町の鹿谷に設けられています。
また野口公園の中には静岡国体のために作られたバレーコートがあって幅広く活用されています。産業振興のための施設商工会館は天馬町の商工会議所の隣にあります。昭和27年に作られた施設で、館内の陳列場には市内で生産される工業製品約500点が展示されて、商工都市浜松を内外に紹介する大きな役目を果たしています。一方、農業振興のための施設としては上島町に畜産指導所があります。今市内の農家はおよそ1万6000戸。これからの農業には畜産や養鶏を十分に取り入れて経営の合理化を図っていかねばなりません。畜産指導所ではこうした指導と研究を力強く進めているのです。食生活が豊かになった最近では肉の消費量も大変増えてきましたが、私たちの食卓に新鮮な肉を提供してくれるのがこの屠畜場です。29年、上西町に最新式の設備で建設され、屠畜数は豚や牛など年間4万頭にも達しています。オートレース場は和合町にあります。浜松市の代表産業オートバイ工業の発展を目的に昭和31年開場したものです。車検の売り上げも年々上がり、最近は1年間1億数千万円もの純益が市の財政を潤しています。スリルとスピードの魅力に県外からもたくさんのお客さんが訪れ、観光浜松の大きな担い手ともなっています。レースのない日は広い場内がゴルフの練習場に早変わりです。また最近は正しい交通教室を目的のゴーカートも始められ、良い子たちの人気を集めています。組まれている市営バス、この市営バスの本拠交通部は和地山町にあります。交通網は市内に網の目のように張り巡らされ、年間2500万人もの人を輸送しています。皆様おはようございます。本日はようこそこの弁天島をお訪ねくださいまして、また観光バスも遠く日光奈良方面まで市民の皆さんの楽しい夢を乗せて運行しています。市が営む公営企業には市営バスの他に水道事業があり、今18万人の市民に飲み水を送っています。
にある浄水場。上高町で汲み上げられた天竜川の伏流水はポンプでこの浄水場へ送られてきます。水はここでいくつかのろ過池を通ってきれいにされ、塩素で滅菌されてからそれぞれの家庭へ送られているのです。私たちの見学コースも終わりに近づいてきました。ここ中田島海岸は鳥取千葉とともに日本三大砂丘の一つに数えられる大砂丘で有名です。この海岸の近くには市営の海浜公園が建設されています。ここには珍しいオランダ風車があって、市民の良い憩いの場所になっています。南の中田島に対して北には宮古田観光地が控えています。宮古田川の美しい流れ、この静かな山あいには市営の山小屋もあって、季節を問わず訪れる人が後を絶ちません。宮古田川をさかのぼると滝やみかんに彩られた滝沢町があり、滝沢山の頂上には遠く市街の望める展望台もあります。展望台から望む夕暮れの美しい浜松、力強くたくましい私たちの郷土。今日見たいろいろな施設も、あるものは明日に備えて眠り、またあるものは夜を徹して私たち市民生活のために働き続けてくれることでしょう。